はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロード阪神十戦編です。今日でログインが、532日目ですね。はい、現在2020年11月30日の、15時13分なんですけども、今日から、ポロスピフェスタですね、あと2日と23時間ということで、3日間のイベント来ましたね。はい、まあ、おなじみのイベントですけども、報酬の方はこういう感じですね。はい、S ランク契約書の補助券とか、A ランク自チーム契約書、ローテーションチャレンジャー、 A ランク自チーム契約書、 S ランク契約書の補助券とありますんでね、600枚で最後累計15エナジーありますんで、ここきっちり取っていきたいなと思います。はい、まあ、この福引きの方で1等で S ランク契約書ありますんでね、まあ、これちょっと1枚でも出てもらう、出てほしいんでね、やっていきたいなと思ってます。まあ、多少エナジー割りながらでもやってもいいかなというイベントなんでね、一等を狙って、やっていきたいなと思います。今日から3日間ですね。はい、こういう感じです。今回はですね、契約書の方を開封したいなと思うんですけども、ゴールド契約書5枚と、あとこの、はい、プロスピラミネスボス撃破報酬の S ランク契約書、これも取れましたんでね、これも開封したいなと思います。はい、そのプロスピラミネスの方なんですけども、まあ、ボス撃破はしたんですけど、まだ宝箱報酬ですかね、あれがまだ残ってますんで、こういう感じですね。はい、S ランク確率 30% 契約書、 A ランク契約書、ゴールド契約書も2枚ありますしね、 A ランク特訓コーチとかエナジーもありますんで、この辺はもう全部ね、できれば取っていきたいなと思ってますんで、きっちりやっていこうかなと思ってます。はい、まあ、一応この到達報酬の一番最後の S ランク契約書、先ほど見てもらった S ランク契約書ね、取れましたんで、開封したいなと思います。はい、それではゴールド契約書5枚からいきますね。はい、1,2,3,4,5 枚ですね。はい、まあ、このアカウント阪神純正だけでやってますんでね、阪神の、まあ、A ランク選手か、できれば S ランク選手来てほしいなと思ってます。それではいきます。ゴールド契約書5枚お願いします。 S ランク来い来い。んー、よし、A ランク以上。はい、来ましたよ、 A ランク以上。割れろ割れろ、あー割れへんか、端来い。おー、高山選手来た、 B ランク。おー来た、糸原選手来た、自チーム来ましたね、来ましたけど、糸原選手めっちゃ持ってるんですけど、まあまあ、でもこれで、これはこれで嬉しいです。はい、もう一枚来い、もう一枚来い、もう一枚。うーん、まあまあまあ、ゴールドキャッシュ5枚で、自チーム阪神の糸原選手来ましたんで、これは非常に良かったです。これは嬉しいですね。はい、幸先がいいですね。はい、それでは、最後このプロスピラビリンスボス撃破報酬 S ランク契約書開封したいなと思います。まあ、先ほども言いましたけども、阪神純正だけで無課金でやってますんで、ぜひ阪神の S ランク選手来てほしいなと思ってます。いきます、 S ランク契約書お願いします。阪神来い、たまには来い。おお、いいよ。さあ、たまには阪神来い来い。うーん、森選手、ソフトバンクですね、森選手。うーん、阪神来ずということで、もうなかなかやっぱりね、阪神は来ないですね。A ランクでね、糸原選手来たんですけども、森選手か。はい、まあまあまあ、しゃあないですね。はい、まだね、プロスピラビリンス、あの宝箱報酬残ってますんでね、その辺もきっちり取って、あとプロスピフェスありますんで、これきっちりやって、一等のね、S ランク契約書もらえるように頑張っていきたいなと思ってます。あと、まあ、告知なんですけどもね、12月1日の、火曜日、明日ですね、火曜日の21時半から23時まで生配信の方をしたいなと思ってますんで、時間ある方とかね、興味ある方は、ぜひ来ていただきたいなと思ってます。今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード阪神純正編でした。